はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になって学ぶ人に頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスンのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回もですね、造血幹細胞移植に関する移植前処置のお話でございます。今回も先にですね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法でございます。今日はね、そんな造血幹細胞移植の移植前処置でございます。以前にね、お伝えしました動画、移植の流れの時に出てきた移植前処置のお話を詳しく、できる限り簡単にお話しします。造血幹細胞移植を行う際、患者さんのリンパ球による拒絶反応や疾患の再発を防ぐためにですね、大量化学療法やですね、全身放射線照射を行い、造血器腫瘍とともに患者さんの骨髄を破壊する、これを移植前処置と言います。これがきつかったんですよ。この後がね、ほんまに、こんなトーンにもなりますよ、僕もね。もう思い出したくもない、思い出したくもない。心は辛かった、体は痛かった、心は耐えるけど体が痛いのは嫌だった、僕痛がりなんでねでそしてですね、白血病など腫瘍性疾患に対する移植前処置ではですね、その後の造血幹細胞移植によって骨髄機能を回復が期待できるので、通常よりも強力な化学療法や放射線療法を行うことができます。ただし若年者では骨髄破壊的処置が行われますが、高齢者や臓器障害のある患者さんには、移植前処置を軽減したミニ移植が行われます。ミニ移植についてはまた後日お伝えさせてもらいますね。骨髄は破壊するんですよ。人間の骨の中にはですね、どこの骨にも一応は骨髄があるんです。その骨髄が病的骨髄になってしまっているわけでございます。中には正常な細胞もあるんですけど、白血病と診断された状態では骨髄の中は白血病細胞だらけの状態です。その白血病細胞をですね、大量化学療法と全身放射線照射をしてですね、白血病細胞と正常な細胞を根絶破壊して、骨の中身を空っぽにします。これが移植前処置です。そしてこの状態からドナーさんからもらった造血幹細胞を移植してもらいますといった感じで、今回は移植前処置を詳しく簡単にお話ししました。次回はですね、ミニ移植のお話です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。